じゃあ、シナプスの可塑性ね。アメフラシの例が有名だよね。アメフラシって、水管に刺激を与えると、水管から伸びる感覚ニューロンが、エラにつながる運動ニューロンと連絡していて、エラを引っ込めるのね。いい？水管をつつくとエラを引っ込めるのね。で、鋭敏化っていう仕組みがあって、水管とは違うビブを強く刺激すると、いい？水管とは違うビブを強く刺激すると、水管にちょんと触っただけで、ものすごくエラを大きく引っ込めるようになるのね。ここの反応が大きくなるね。どうしてかっていうと、ビブをつねることで、ここのシナプス、いい？ビブを強く刺激することで、ここのシナプスの、ネタバレすると、いい？ビブを強く刺激することで、なんで水管にほんの少し触れただけでエラを大きく引っ込めるかっていうと、ビブを強く刺激すると、ここの伝達効率が高まることで、ごめんね、質問しちゃってね。ここの伝達効率が高まることで、ものすごくエラーを大きく引っ込めるようになるのね。なんでビブを刺激すると、ここの伝達効率が高まるのか。なんでビブを刺激すると、ここの伝達効率が高まるのかっていうと、ビブから伸びる感覚ニューロンが、介在ニューロンに連絡していて、で、その介在ニューロンがこのシナプスと関係してるのね。これ見てみると、クローズアップしてみると、まず初めに、ここから、介在ニューロン、こいつ介在ニューロンだね。こいつが介在ニューロン。つが、この介在ニューロンからセロトニンっていう物質が放出されます。セロトニン。で、セロトニンをこう受け取ったこの水管から伸びる感覚ニューロンは、内部に セカンドメッセンジャーとして有名なサイクリック AMP を作ります。セロトニンはサイクリック AMP 濃度をアップさせます。で、このサイクリック AMP 濃度をアップした、このサイクリック AMP はどんな働きをするかっていうと、カリウシュ、あ、ごめん、カリウムチャネルの不活化に働きます。カリウムチャネルの不活化。これはすなわち何を意味するかっていうと、活動電位の持続時間を長くすることを意味します。なんでかなっていうと、これ活動電位の発生のグラフね。このお山ができるときは、なんでお山ができるかっていうと、主にナトリウムイオンの
流入によるものだったよね。で、この小山が下がるときは、何によるもの、何によったかっていうと、カリウムイオンの流出によることだったよね。カリウムイオンの流出っていうのは、どこを通ってカリウムイオンが流出するかっていうと、これは、カリウムチャンネルを通ってカリウムイオンが流出するから、これが下がるのね。だから、カリウムチャンネルの不活化っていうのは、すなわち、活動電位の持続時間を長くすること、カリウムの流出を阻害することに他なりません。いいですか？このお山が下がる行為を阻害する。いい？お山が下がる行為を阻害するんだから、活動電位の持続時間が長くなるんだよ。OK？ ここまで OK？ いいですか？で、そうすると、この後は、カルシウムイオンの流入時間が長くなる。カルシウムイオンっていうのは伝達開始の合図でしたよね。なのでどうなるかっていうと、カルシウムイオンのたくさんの流入は何を引き起こすかっていうと、たくさんの神経伝達物質の放出を意味します。それを受け取った相手側の運動ニューロンは、こうエラに命令を伝えていくわけです。が、この黄色いつぶつぶが神経伝達物質ね。いい？カルシウムイオンのたくさんの流入は、たくさんの神経伝達物質の放出を促すのね。OK？ このカルシウムイオンの流入は、たくさんの神経伝達物質の放出を促す。OK？ いいですか？これが、シナプスの可塑性の流れです。おさらいしてみると、ビブをつねると、なんでここの伝達が効率よくなるかっていうと、ビブをつねると、介在ニューロンに命令が伝わって、その介在ニューロンはセロトニンという物質を放出する。そうすると、セカンドメッセンジャーを通して、カリウムチャンネルの不活化が始まる。カリウムチャンネルの不活化ってことは、活動電位の持続時間を長くするってことですから、活動電位の持続時間が長くなる。そうすると、伝達の合図であるカルシウムイオンの流入時間が長くなる。で、カルシウムの流入時間が長くなると、神経伝達物質がたくさん放出されて、伝達の効率がアップすると。伝達効率が高まる。ね。こんな風にね、シナプスの伝達効率が変化することを可塑性って言います。ね、しっかり、マスターしましょう。ね。